団体は以下の意味で用いられる。機関銃の銃弾を連結した帯。銃弾を収納して身につける帯。銃弾や砲弾に自戦運動を行わせるために弾丸に装着した帯。団体で繋がれた 12.7X99mm 納ト弾と運搬用の箱横一列に並べた銃弾を布や金属製のベルトで繋げたものである。 銃弾をベルト上とし、携帯運搬する場合にも使われた。リンクベルトやベルトリンク、あるいはリンクとも呼ぶ。弾層式に比べると相弾数を大幅に増やせるが、一列に長く伸びるので携帯性に劣る傾向がある。このため、機関銃の中でも、重機関銃や汎用機関銃のようなあまり移動が行われない重機で多用される。また、 団体をそのまま地面などにつけて、銃を撃つと団体が何かに引っかかったり、泥や異物がこびりつく、可能性があるため、大抵は銃の横ないしは下に、団体ごと弾丸を収納する、金属製の箱か布製のバッグ、あるいはドラム式マガジンを取り付けて運用する。布製機関銃開発の初期から第二次、世界大戦頃まで多用されたもの。 二枚の細長いキャンバス地の布を縫い合わせ、その間に銃弾が差し込まれている。金属板やハトメで補強されている製品もある。第一次世界大戦では、航空機用機銃にも使われたが、打ち終わった分が風にたなびいて危険なため、その巻き取り装置も必要となった。地上用としても同じく邪魔となりやすく、汚れたり水に濡れたりすると、球弾不良の原因となった。 金属性非分離式金属性非分離式団体は個々のリンクがワイヤーなどでつなぎ合わされており弾丸が抜き取られても分離はしない。ただし金属性非分離式団体でも個々の団体の両端部分は金属性分離式団体と同じ構造になっており団体同士を弾丸でつなぎ合わせることが可能になっている。再装点には団体に弾丸を装着するだけで良いので 団体の再利用が容易である。ただし、打ち終わった団体が、布製団体と同様に、球団口と反対側から垂れ下がるので、携帯性にやや劣る。金属製分離式金属製分離式団体は、弾丸とリンクが自転車のチェーンのようにつなぎ合わされていて、団体から弾丸が抜き取られることにリンクが外れて、分離する。 銃の球団口と反対部分から使用済み団体がはみ出ないため団体が何かに引っかかる可能性が下がり携帯性は改善されるリンクを並べて弾丸を装着するのに手間がかかる上戦闘で散らばったリンクを回収するのは実質的に不可能なため使い捨てとなるリンクと弾丸のつなぎ合わせは弾丸工場で行われリンク装着済みの状態で前線に供給される 第二次大戦中には、アメリカ、イギリス、ソ連の地上用住機関銃で、布製団体、ドイツで金属製非分離式団体が、戦後の地上専用の機関銃では、アメリカを中心とする、西側陣営では、金属製分離式団体、ソ連ロシアを中心とする、東側陣営では、金属製非分離式団体がそれぞれ主流となっている。このうち、 現在の東側陣営で主流である金属製非分離式団体は東側陣営でライフル弾や軽機関銃弾として広く利用されているリムとテーパーの大きい 7.62X54 メートル MR 弾銃弾を収納して身につける帯のほか、玉の親水筒、鉛筆といった隠し個人装備を体に固定する際に使用するベルトも団体と呼ばれる 前者は単独で用いられるほか、兵士が定数分の弾薬を弾廊などで身につけつつ、定数外の予備弾薬を携行するために団体を使う場合もある。ロシア製硫酸弾一度発射されたため、砲弾下部の同合金製団体には、洗浄根が刻まれている一方、弾柄そのものの外面には傷がついていない。砲弾の側面にある体状部分も、 団体と呼ばれる。銅などの柔らかな金属で作られた体状部分が方針内面のライフリングの一部に食い込み、弾が方針内を前進することによって、弾体に飛翔軸を中心とする回転を与える。砲弾の飛翔経路に強く影響する砲弾の空中での姿勢は、この飛翔軸周りの回転によるジャイロ効果である程度保たれ、さらに空中の弾体は、 特定方向に横転することなく再作運動を起こすことで空気から受ける抵抗が360度全方向で平準化される効果も得られる。これらの効果によって命中精度が向上する。榴弾のような多くの砲弾は高度の高い鋼鉄製の玉柄からできているため団体は相違。ただし、それほど完全に方針に密着するわけではなく多少の漏れは許容され、 隙間をもともと持つライフリングでは、それが顕著である。また、ライフリングを持たない、格好法用の高速運動エネルギー砲弾でも、サボと呼ばれる、分割式相談等の課題増し目を兼ねた、樹脂製のリングによって、発射ガスの漏えいを防ぐ団体としての機能を、果たしている。団体は、概ね砲弾の後半部、または、後端部についている。デジタル大事線。 団体から言葉んかハット AB、防衛省企画団役用語、防衛省、2016年2月11日閲覧。この点については、東側陣営を代表する、汎用機関銃である PK を参照、聞くと難解な、自衛隊用語辞典第4回、団体、自衛隊新潟地方協力本部、2016年2月11日閲覧。 防衛省使用書改正表団体防衛省2016年2月11日閲覧ありがとうございます。